まあ、こういう競技をいつも見てるって人は当たり前だと思うんですけど、はい、俺らみたいにね、その、なんていうのかな、初心者というか、ビギナーにしてみると、マジで、ボールと友達だなと、そうだね、思うわけですよ。はい、じゃあ、その、果たして、このフリースタイル、このバトルでね、どんだけボールと友達なのかを戦っちゃうかっていう、おーおーおー、サッカーボールの友達といえばやはり彼しかいないじゃないですか。誰、彼しかいないじゃないですか。誰ですか。日本が誇るスーパープレーヤー、キャプテン翼。皆さん、ぜひ今一番にしました。このビデオをご覧ください。ご覧ください。なんと、我々の曲は対盛大な拍手をお願いします。2013 World Final Tokyo Japan、 ここ増上寺で素晴らしいセット、素晴らしいお客さん、素晴らしい天気で言われて今日の曲を書いています。はい、We are Zebra in the house。 Yeah、 私は MC リュウです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この大会、今回アジアで初めてになります。はい、そんな中でこんな素晴らしいセットになる。この大会は2008年にブラジルで初開催、その後2010年に南アフリカ、そして2010年にイタリア、でこのため4回目の世界大会がここ東京芝公園増上寺で行われています。皆さんは初めてのアジアでのこのトーナメントの勝利になります。現在準々決勝準備中になります。何
間もなく準備が整います。